3、に対する読者の反応集。もうお休みも終わりだね。夜だよ。明日に備え、しっかり寝るんだぞ。うわぁ。うわ出た。正直待ってた。うたちゃんまだ眠いんだよ。さすがに夜はおとなしいですね。うたちゃん明日もお願いね。丁重にお断りする。なぜなら明日はハロウィン。今宵はうたちゃんのハロウィンコスをあがめたたえるのだ。うたちゃん、ハロウィン衣装可愛かったよ。ハッピーハロウィーン、ウェイクアップオアシャーアウト。みんな、朝だよ。今日は特別ハロウィンしよう。今週も楽しんでいこう。ハロウィンということで夜中に調子に乗ってめっちゃ疲れた。しっかり寝るんだぞって言ったでしょ。起きなよ。おはよう。嘘でしょ。サンスレ目が立ってる。おはよううたちゃん。せっかくのハロウィン衣装が揺れてるせいで、ほとんど識別できないようたちゃん。レポートのせいで寝れなかったようたちゃん。おはうたハロウィンだね、うるせー。お菓子あげるから止まってくれない？よしよし、このままパート100まで続け。頼む。寝かせてくれ。明日も午前中に起きろ。先生、可愛い生徒に免じて明日はたっぷり寝かせてください。みんなー、夜更かしした生活リズムの悪い人たちがいるよ。一緒に眠気をやっつけよう。あと夜勤の人は、お疲れ様、しっかり休みを取るんだぞ。うたちゃん月曜日やだよ、うたちゃん。月曜でもハロウィン、そう思ってやり過ごせばいい。起きたよ。おはよう。おはよう、うたちゃん。今日も元気だね。おはようございます。朝は寒い。朝っぱらからこんにちは、うるせー。今日も日が暮れてきたね。お菓子だけじゃなく夕ご飯を食べて、仮装も取ってお風呂に浸かって、いい睡眠に備えよう。うたちゃんが泣いてるってことはもう晩ご飯の時間か。人を動物みたいに言うなぁ。うたちゃんは可愛いなぁ。うたちゃんこんばんはぁ。みんな、ハロウィンも終わりだね。夜だよ。来月のためにも、しっかり睡眠をとるんだぞ。まだ遊び足りないというのに。ぜはははは、ここから明日の朝まで徹夜ゲームするぞ野郎ども。みんなぁ、夜更かしをする生活リズムの悪い人たちがいるよ。叩き起こして生活リズムを整えてあげよう。みんなぁ、やっと起きたね。朝だよ。11月も輝いていこう。うたちゃん寒いよ、うたちゃん。冷えてきたから風邪をひかないようにするんだぞ。あと少し体を動かすと体が温まっていい感じだよ。うたちゃん眠いよ。うたちゃんの歌を聴いて眠っていられる世界はないのかな？ない。おはよう、うたちゃん。これは今日は犬の日だから犬っぽい歌ちゃん。動物じゃないよ、歌だよ。おはよう歌姫、下べら見えてるぞ。いやあ歌ちゃんおはよう、もうすっかり11月だね、うるせー。最近、朝のだるさを歌ちゃんにぶつけるようになってきたよ。ちょっと救世主扱いしてた民衆の気持ちが分かってきたよ、歌ちゃん。一日一回覗いて目を覚ます、うるせー。二度寝しても、バレないか。歌ちゃんおはよう。お前の影響で出る音はすべて消えるの術だ。過剰な歌声に能力は通用しないんだよ。みんな、二度寝をしようとする人たちがいるよ。一緒に起こしてあげよう。過剰な歌声、ただの大声の歌。あと1時間。ルフィー、もう昼だよ。起きないと立派な海賊王になれないぞ。歌ちゃん食後の休憩タイムのチャイム、お疲れ様。最初はうるせえと思ってたけど、ここ最近は元気もらってるわ。歌ちゃんありがとう。今日も今日とて元気な歌ちゃんのおかげで脳が回復する。みんな、あたりもすっかり暗くなったね。晩ご飯をしっかり食べてお風呂で体を温めて、質のいい睡眠をとるんだぞ。夜勤の民にも配慮できる歌ちゃん。この歌ちゃんは時間ぴったしに配信するから、ファンたちから鶏の愛称つけられていそう。元気が出るんだよなこれ。もうすっかり暗いね。夜だよ。明日で週も折り返し、暖かくしてぐっすり寝てね。うたちゃんお疲れ様、おやすみなさい。おやすみ、うたちゃん。ぜはははは、深夜に食べるカップラーメン、死ぬほどうめえな。うたちゃんおやすみ。みんなあ、そろそろ起きなよ。朝だよ。今日は水曜日。今日も一日楽しんでいこう。うたちゃんおはよう、今日も元気だね、すいすい水曜日だね、平日だね、うるせえ。うたちゃん明日は日本は祝日だからね。みんなあ、夜更かしして頭も体も起きていない人がいるよ。みんなで起こしてあげよう。エスプレッソ飲む？目が覚めるよ。おはよううたちゃん、今日頑張れば祝日で明日は休みだよ。おはよう、今朝は暖かいね。あと、30分だけ？俺はスケジュール調整をミスったもの、11月に大学にバイトと休みがないんですがね。もはや起床と就寝前にうたちゃんの顔を見るのが楽しみの一つになってる今日この頃。
お昼食べたら眠くなってきちゃったよ、うたちゃん。30分後に起こしてね。30分経ったよ。起きよう。ごめんね、うたちゃん。寝てる間に IP 規制に巻き込まれてせっかく起こしてくれたのにお礼言うのが遅くなっちゃったよ。うたちゃん真面目に目覚まししててくさ。みんなー、明日は祝日だけど、油断しないでお風呂と晩ご飯はしっかりするんだぞ。明日は起こさないって約束して。やだ。私の新時代のためにも夢の中にはいさせない。だから午前中には起きるんだぞ。ツリーよ、それ言われたら起きるしかないじゃん。こんばんはー、相変わらず元気だねー。もう真っ暗だね、夜だよ、明日が祝日でも、しっかりと寝るんだぞ。うたちゃんお疲れ。11時59分59秒に起こしてね、これも午前中だ。生活リズムが、乱れる。アラーム起動の準備に取り掛かるうたちゃん。起こしてくれる前に早起きして準備してくれてたのか。ほんと何が目的なんだこのうたちゃん。早寝早起き。早寝早起きによる健康増進が、平和で楽しい新時代に繋がると気がついてしまったらしい。そろそろか。震え始めている？エンジン温めてるのかな？祝日は9時なのだろうか。それとも早い。昨日夜更かししちゃってまだ眠いよ、うたちゃん。起こされる前に寝るよろし。起こされる用意してたらうたちゃんより早く起きちゃったよ、うたちゃん。二度寝するから、あとよろしくね。部屋の毛布はもう回収しちゃいましたー。みんなー、今日は休日、だけど早めに起きて時間を有意義に使おう、起きるんだぞー。おう、勉強行ってきます。おはよう、うたちゃん。うたちゃんおはよう。おはよう、うたちゃん。でもお休みだから二度寝したいよ。おはよう、うたちゃん、うるせー。ねえ、みんな、二度寝やめなよ。爽やかな朝だぜ。おはよう、ブタちゃん。ブタって人間より体脂肪率が低いんだってね。それはそれとして動物扱いはやめなよ。音は振動。このウタちゃんは声が実体を持った現象かもしれない。ウタちゃんに起こしてもらえて俺たちは幸せだな。たまらねえな。12時間睡眠。ウタ、今日は休みだからまだ寝てても構わないよな。シャンクス。娘が起こしてるのに二度寝するの。起きないととっと無事化するよ。月に逃げるか。みんな、日も沈んできたね。お風呂と晩ご飯で明日に備えよう。今から夜勤なんよ、うたちゃん。夜勤の人は大変だよね、お疲れ様。無理して体を壊さないように気をつけるんだぞ。うたちゃんオンオフ切り替え激しいな。急にしっとりするな、風邪ひくだろ、理不尽。外は良い闇だね、夜だよ。明日を乗り切るためしっかりと寝るんだぞ。ありがとうね、うたちゃん、おやすみ。みんなー、もう起きなよ。朝だよ。一日楽しんでいこう。もう朝にうたちゃんを見るのが日課になったよ。ありがとう、うたちゃん。みんな、もう週末だね。うただよ。今週もお疲れ様。お休みを満喫するために、夜更かししないでしっかり睡眠をとるんだぞ。おやすみ、うたちゃん。うたちゃんおやすみ。アラームに向けて準備体操中のうたちゃん。みんなー、昨日まではお疲れ。だけどこういう時こそ早起きして疲れをぶっ飛ばしていこう。おはよう、なんか分身してない？高速移動で発生した残像はやがて、実体を持つのだ。うたちゃんおはよう。おはよううたちゃん、今日も元気で何よりだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。